高野槙の葉のお茶の作り方について説明いたします。購入した高野槙の枝です。このようになります。購入した高野槙の葉をこのように水洗いします。そしてこの剪定バサミでこのように切っていきます。軸はこのように十字に切ります。水上がりがよくように。葉はこのように自由に切ります。先の方からいきますとこれは自由に切ります。このように切ります。これは十字に切ります。軸はこのようにこのように切っています。軸は一度斜めに切ります。下をこのように切ります。そしてこれをまた十字に切ります。これ軸です。これは葉です。葉はこのように十字に切っておきます。こちらが葉です。同じように十字に切ります。軸はこのようにこのように、これがコウヤマキの葉の部分です。このように十字に切ります。このようになります。こちらは軸です。このようになります。このように先を葉っぱこのようにもう一度水洗いします。このようになります。そしてそれをこのザルに入れます。このようになります。このようにざるに入れたコウヤマキの葉の葉をこのようにこのようにこのようになりました。コウヤマキの葉のお茶の作り方です。このように広げてしばらく置いておきます。水が切れるまでしばらく置いておきます。そして水が切れたら天日で乾かします。このようになります。天日でこのように干します。このようになります。高野槙の葉のお茶のパックが出来上がりました。このようになります。このようになります。これが高野槙の葉のお茶の1回分のお茶のパックです。この中に1回分の分量が入っております。高野槙のお茶の葉の作り方です。このようにお茶のパックの中に高野槙の葉1回分をこのように詰めます。このように詰めます。このように詰めます。このように軸も入れておきます。高野槙の葉のお茶の1回分をこのお茶のパックにこのように詰めます。そしてこのようになります。これが高野槙の葉の1回分のお茶のパックです。このように1つ、2つ、3つ、4つ、このように出来上がります。これがお茶のパックの袋です。このようにパックを広げます。このようにパックを広げ、このようにパックを広げます。そして1回分をこの中にこのように詰め込みます。軸も入れます。そしてこのようにひっくり返して出来上がりです。このようになります。高野槙の葉のお茶の作り方です。このようにお茶のパックに入れます。これが出来上がりです。このように急須に水を半分入れておきます。そして高野槙のお茶の葉を入れたパックを取り出し、このように横に置いておきます。これがパックです。これがパックから取り出した高野槙のお茶の葉の天日で乾燥したものです。これがパックです。このように水を沸騰させております。このように沸騰しているお湯をこのように注ぎます。そしてこのゴーヤ巻きの葉の1回分の分量をこのように入れます。そしてスプーンでこのようにかき混ぜます。これであとは冷まして出来上がりです。